どうも、岡野テレビのある、塾長の岡野と申します。今日は、2本立てでございます。まあ大体10分ぐらいのね、番組を大体2日おきぐらいに出すのがまあいいのかなと思いまして、まあ時々ね、喋りたいことがありすぎて2、30分ぐらい喋る時もあるんですけど、その時は本当に申し訳ないなと思ってですね。まあFacebook のね、知り合いの方で、まあ、小生から見て左翼ですね。こっち小生と左こっちなんで、まあ画面越しだと右になるかもしれないですけど、左翼。小生は右翼らしいですね。右翼って言うんですけど、小生は真ん中あたりだと思いますけどね。先制核しろとかですね、戦略戦争しろとか、そういうのはあまり言わないのでね、まあ、場合によってはやってもいいんじゃないですかみたいな感じはあるんですけどね。それで、なんかね、もう本当に独特な、考えの方が多いのでね、まあ一応、国を守るのに軍事は必要かというですね、その是非を考えるあたり、国を守るとは何のことを指すのかを考えなければならない。国体を維持することが国を守るならば軍備は必要かもしれない。で、国体というものの定義は、この国を司るシステムや政府を指す。まあ、国体って言ったら、まあ、日本の場合天皇なんじゃないですかね。で、国というものを国民と指すならば、軍備は必要はない。これよくわからないですね。国というものを国民をというものを国民と指すならば、まあ、軍備は必要ないと。国民を守るということの第一義は命を守ることだ。まあ要はあれ、生命と財産の生命のことを言ってるんでしょうね。で、兵士は命を投げ出すのが仕事だと。兵士は国民ではないのか、非国民だと。独特ですね。その兵士は国民じゃないらしいですよ。傭兵とかね、そういう人たちはそのお金で雇われて、他のこう国でお金をオーダーでやるのは、まあそれは分かりますけど、国防軍とかその国を守るですね、例えばそののは国民だと思いますけどね。この国に住んでる人で国民ではないのでないのは、外国人と皇室関係者だけだと。いや、小生は、天皇は日本人だと思いますよ。日本人の定義って何なんですかって言ったら、やっぱこう日本に長く住んでて、さらに日本語を使って、でさらに、まあ、天皇陛下のことをですね、ちゃんと国体ですから敬意を持ってる人を、まあ、日本人だと思ってるんですけど、まあ、日本に長く住んでっていうのをどの程度にするのかっていうのはそれぞれのね、定義なのであれなんですけど、まあ、小生の場合は3世代住んでほしいなと思っておりますね。で、ただまあその兵士っていうのを、そのなんていうんですかね、国防軍ですね、自衛隊の方々は日本に所属しているので軍服に日の丸がついてますね。彼らは日本人です。で、やっぱりこうなんていうんですかね、兵士は国民じゃないっていうね、独特な考えなんですけど、まあちょっとこうあまりにもアクロバティックな考えなのでよくわからないですね。つまり軍備というシステム自体がもはや国民を守ることと矛盾しているのですと。すごい
ですね。軍備っていうのがですね、例えばこの人類史のこの3000年、3000年以上の3000年で、まあ一応切り取らせてくださいよ。一応縄文人とかね、そういうのになってきたらもう本当何万年単位とかになってくるんで、まあ少なくとも3000年で見ましょうよ。3000年間武器を持たず争わなかったことは一度もないんですよ。どこかの国で誰かが武器を持って殺し合いをして奪い合ってるわけですね。なので、戦争、軍隊を所持して軍備をするっていうのは、正直戦略戦争をされた時にどうやって自分の国を守るかっていうことなので、軍備は必要なんですね。つまり、例えば分かりやすく言うと、火事は起きるのか起きないのか。火事は起きますよね。この日本というかなり近代化したところではガスもありますし、電気もあるので、何かしらのトラブルシューティングが起きて火事が起きる。じゃあ火事が起きることを想定して、消防士さんがいるわけですよね。じゃあ、犯罪は、国から全てなくなるのかというと、やっぱり貧乏な人とか金持ちの人だったりとか、あと、まあ車に乗った時にですね、ちゃんとルールを守るのか守らないのかっていう話になってくると、やっぱり何かしらですね、起こりうるんですね。じゃあ起こりうるってことは、それに対して少なくとも備えなくちゃいけないわけですね。なので、軍備っていうのは、この書いてる方の怖いところが、抑止力ですよね。例えば、ものすごい高い塀を作るじゃないですか。ものすごい高い塀を作って、上から弓矢を撃ちますよというふうなところまでやって、で、24時間体制で誰かが順番で見張っていますっていう場合だと、なかなか攻めづらいですよね。じゃあ攻めづらい状態を作ると、平和っていうのが、片っぽ武器を持ったりとかして、例えばローマとかだったりするとパックスローマですよね。パックスブリタニカとかみたいな形で、ものすごい強い国が平定をするっていうのが平和なんですね。だから、ピースの語源はね、パックスなんでね。平定ですね。なので、平和っていう言葉自体が、そもそもね、この人類史の3000年の中の、やっぱり、虚像というかですね、やっぱりこの、平定するって意味なんですね。なので、まあ少なくとも小生はバランスオブパワーポリティックス側の人間なので、外交をするときにはですね、必ず軍事と、あとはそういったマネーというパワーですね。軍事、いや、ミリタリーとマネーのパワーがあった前提で外交ができるんですよっていうのが、まあ、リアリストパーティーというかですね、現実派の人たちの、中ではスタンダードなんですね。これは右も左もなく、当たり前のことなんですね。でですね、国家という概念が、それが利益を、希求するためのシステムとして存在する以上、他の国家との争いは、現状の人類の精神レベルにおいては避けられないことだろうと。というよりも、3000年以上、何かしら人間がね、奪い合ったりね、殺し合ったりとかしてるので、それまで、ね、大なり小なり、これからも起こりうるんですね。じゃあ起こりうることを、起こった時にどうやって、それを防ぐかっていうことが国防なんですね。で、それを解消する手段として外交があり、それの最終手段として戦争がある。つまり、戦争とは外交の最悪のシナリオの最後の手段であるが、外交であることには変わりはない。
ただね、この外交をするにもですね、やっぱりこう基礎のね、マネーと軍事力で、これで初めてこうバランスを保つことができるんですね。じゃ例えば、日本の場合ですと北朝鮮でしょ、ロシアでしょ、んでチャイナでしょ、んであとはアメリカですよね、米国ですね。こちら の4国は核保有してるんですね。ということは日本人を30分以内に数百万から数千万人殺せる武器を持った国家なんですね。これは異論がないと思うんですね。しかし日本人は核を保有してないわけですね。ということはですね、外交をする際に、片っぽは30分以内にですね、1億人の人民を数百万から数千万殺せて、もう片っぽがお金は持ってるんだけれども、他国を攻撃する手段がない場合、どうやって外交ができるんですか？ね、教えてください。です。で、外交をね、じゃあうまくやるんだとかね、言ったりとかするんですけど、じゃあチベットとウイグルは、強制収容所でですね、何百万人の方が働かされたりとかですね、言葉を禁じられたりとかですね、宗教の自由を禁じられたりとかですね、かなり人権的にひどいことをされてるわけじゃないですか。これなんでできないんですか？話し合いでなんで解決できないんですか？なんで北朝鮮に拉致された人たちは帰ってこないんですか？これはお金じゃなくて、ちゃんと軍事力が必要なんですね。例えば誰かを、ね、立てこもって人質が入った時にですね、話し合いで帰ってくるんだとしたら、それをね、日本人だけの正直お話になりますよ。なのでやっぱりその他国がどういった侵略するつもりで来てるのか、それとも日本人の技術とかですね、そういったものを奪いに来てるのか、その時々によってですね、その時々によってどんな状態であっても、それから守ることをするっていうのはやっぱり軍事力でもありますし、さらにお金でもあるわけです。ですからお金を積めば返ってくる場合もあると。でも軍事力がないとお金はどんどん釣り上げられちゃいますよね。で、軍事力がある場合だと説得力が違いますね。ですから少なくともこの3000年の人類史を見てほしいんですね。でそこからですね、過去の症例、プレスプリクションですね。プレはあらかじめ、スプリクション規定なんで、過去の症例が、これプレスプリクションというのは処方箋って意味なんですけど、過去の症例を見てからお話ししてほしいんですね。はい。理想を語るのはいくらでもいいんですね。日本は大政奉還が行われるまで鎖国していた国だ。これは違いますね。プロテスタントって言ってですね、改宗しない人ですね。宗教的なやつをしないところはちゃんと外交してたんですね。だから蘭学って言ってですね、それがなんで入ってきたんですかって言ったら、鎖国をしてなかったんですね。つまりキャトリックから鎖国をしてたんですね。で、外交らしい外交は、義士にその存在が国際的に認知されて以来、僕の知る限りでは、なんていうんですかね、遣隋使ですね。遣隋使以降の、シナとの、朝貢外交、元寇、朝鮮出兵、出島外交くらいだ。いや、っていうかね、そもそも日本の方が歴史が長いし古いんですね。なぜかというと、チャイナ、シナの方はね、寒くて氷で覆われてたので、日本よりも古い土器とか古墳とかが見つかってないんですね。ですから、ただ
チャイナの方が、しかもそのもう一個言わせてもらうと、例えば秦の始皇帝は15年国を統治して、でその時にまあ15年で滅ぼされるんですけれども、その滅ぼされた後に弓付き国に逃げてですね、で250年に朝鮮半島経由で日本に来たと、まあ、800年ぐらいにですね、なんとか正史録って言って嵯峨天皇がね、お前らどっから来たかちゃんと書けっていうような形でそこでちゃんと残ってるんですけど、でということはね、でさらにね、ハタシっていうのはね、ユダヤ人なんですね。まあ、そっちの話してもまあしょうがないんですけどね。ですからね、日本人っていうのはね、そもそもね、チャイナよりもね、歴史が古くて、で王朝がね、この輪切りみたいに変わってなくてね、チャイナはね、天命改まったっていう形で、その力によってどんどんねじ伏せていっちゃうところがあるんですよ。で力でねじ伏せることでどうなったのかっていうと、力でねじ伏せちゃうと、結論だけ言えば、最終的にですね、自分が衰えた時にまた力で潰されちゃうんですね。で例えば天皇陛下とか結構すごくてですね、力でねじ伏せずに、ものすごい鉄を持ってたんですけど、鉄をね分配してね、畑道具に変えて米の作り方みんなに教えて、でさらにね、だから武器をね農機具に変えたりしてたんですよ。でさらに刑罰って言って、それぞれの国、昔は国だったんですよね、それぞれの国のトップのところでどんどんね、子供を結婚させていってね、刑罰広げていったんですよ。でもちろん抵抗するところがあったりとかするんで、そこは力で押さえつけるんですけど、またすごくて国譲りって言ってるんですね。ある程度やったらもう やめて、力で押さえつけずに、お前らの信じてる神様を祀っていいぞと。その代わり大和の天照大神とかの神様を祀ってくれっつって、一緒にね祀るような形を取ったんで、ですからね、ギリシャがね世界で初めての民主主義国家だったのが、答えはノーですよ。なぜかというとね、奴隷飼ってたんですから。2、3万人のアテネの人たちは、市民は50人から100人ぐらいのね奴隷を飼ってたんですから、こんな民主主義国家でも何でもないですね。で日本は奴隷を作らなかったし、で平安時代になってきたら藤原家ってものすごい政治のうまいやつが現れたんで、お前政治やれ、政治の祭りごとやれっつって、俺祈る、神事の方やるっつって、で権威と権力を分けたわけじゃないですか。すごいセンスですね。はい、だから全くそのなんていうんですかね、まあこういうね、でね、外交をしなくてもいい、例えば聖徳太子が天子っていう言葉を使って、物の意味かどっかに遣隋使で与えた時に、天子は2つ作るのやめてくれって言ったら、天をすからべるですね、天を全部こうやる天皇がやるって言った時に、隋をね、煬帝ってやつだったと思うんですけど、トルコ系の人です、目が青かったらしいんですけどね、そいつが結局ね日本をね襲いに来なかったわけですね。ということはね、結局なんていうんですかね、気に食わないこと言ったらその国潰さなくちゃいけないんですけど、潰せなかったわけですね。なぜできたのかって言ったら、日本にはその海っていうですね、そういった障壁が、天然の障壁があって、なかなか入ってこれなかったわけですよ。ですからね、外交なんかしなくてもよかったぐらいよかったわけですね。でその間ヨーロッパではイタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オランダ、イギリス、トルコなどさまざまな国が侵略しやってきたと。うん、でこれでバランスオブパワーポリティクスができたんでしょ。うん、要は
30年戦争でね、殺し合いしすぎちゃったんだから。から朝鮮戦争、半島をはじめ、アジアの国々も、チャイナの回路を伺って、存在してきた。で日本がチャイナの回路を伺ってた時期って、いつなんですか、うん、現行の時もちゃんとやってますしね。あんまり顔色そんなに伺ってないんじゃないですか、うん、でそんな国々の長い歴史の中で培ってきた外交センスとエチケット、本質的に日本に欠落していることは想像に、想像に難くない、というかね、例えばですけど、勝海舟とか西郷隆盛がいたじゃないですか。その時にあれですよね、長州と薩摩とかの方に、イギリスのロシアイルド家ですよね、がお金を出したと。で江戸川の方にはフランスのロシアイルド側がお金を出して、お金を出してるところが一緒なわけですね。だから一緒のところが出して殺し合いをすると、アメリカの南北戦争と同じように殺し合いがものすごくなってしまうので、疲弊してしまうので、無血革命というかですね、無血解除をしたわけですね。なので日本人とかって最後の西南戦争も含めて、3万人ぐらい、鹿っていう言い方は使いたくないんですけども、当時3000万ぐらいはいたと思うんで、1000分の1ぐらいの人たち、男たちが亡くなってしまったりとかしたんですけど、3万人とかって本当フランス革命で数日でそれぐらい亡くなったりとかしてますから、本当とんでもない数の人が死んでるわけで、つまりその南北戦争とかそういうところとかをね、ちゃんと見てるんですね。ですから日本人同士は殺し合いをしなかった、そういうのをちゃんと見てほしいですね。で日本が兵器を使う、外交を使ったのは1945年までですね、までその外交の結果何を将来したか、全国は焦土と化し、広島と長崎には原爆が落ち、沖縄には米軍が上陸したと。ただその一つ言いたいんですけど、ハーグ陸戦条約って言ってですね、なんていうんですかね、例えばアメリカとかが砂漠とかでね、日本と同じ木造の家とかをどうやってその、効果的に焼けるのかっていう形 でガソリンばらまいてバーって燃やしてやったりとか、そのハーグ陸戦条約って言ってですね、民間人殺しちゃダメですよみたいなルールを、第一次世界大戦で毒ガスとか使ってヨーロッパがむちゃくちゃになっちゃったんで、それでねやっぱりそういったルールを設けてたので、日本人とかって例えば満州じゃないわ、南京を取る時もそうですけど、やっぱり今から日本人がねちゃんと攻めていくんで、民間の方逃げてくださいっていうのをね、もう何回もね飛行機で知らせたりとかねやったりとかしてるわけですよ。でパールハーバーですね、そちらに関してもね、外務省のバカがね一応知らせてたのが知らされていなかったっていう風な形になってやったんですけど、1958年だったと思うんですけど、1948年だったかもしれないですけどね、ルーズベルトですね、フランクリン・ルーズベルトが知ってた、そのワシントンでその真珠湾攻撃をするっていうのを日本が知らせてたのを止めて、ハワイにちゃんと知らせなかったっていうことで、ものすごくね、フランクリン・ルーズベルトがね、もう1945年に死んでたんですけど、叩かれたわけですね。ですからね、
日本人はね、ちゃんと一応ハーグ陸戦条約を守ってやってくれてたんですね。ですからね、でしかもね、外交のね、センスとかなんとかっていうんだけどね、 ABCD 包囲網もそうですしね、あとはね、ハルノートとかね、もう満州から出てけとかですね、もうね、わけのわからんことをね、やったこともね、アメリカの国民はほとんど知らなかったわけでね。でそこにさらにね、日本のね、朝日新聞とかですね、あとは海軍の中にもね、スパイが紛れ込んでですね、ですからそういったこととかも何にも、諜報のこと多分何も知らないわけですよ。何も知らないね、センスとかっていうからね、本当は大丈夫ですかと思いますね。だからね、我々がね、そういうね、1945年以降のことでね、起こるのはね、やっぱりね、まあ、パール判事っていう方もね、東京裁判のことでね、もうね、これはね、茶番だっていうふうなこともおっしゃってたし、でね、バーグ陸戦条約違反をね、したね、アメリカこそね、本当にね、起こるべきところでね、ちょっとね、日本人がね、本当にね、頭、いかれてますね。で、この兵器を持った日本という国が行った国防の結果だらしいんですよ。本当頭大丈夫なのかなって思いますね。ね、やっぱりこう、マッカーサーがね、やっぱりその、アメリカにこう戻った時にですね、こう、ハルノードとか ABCD ホイモとかやって、で日本とかの場合だと、ゴムもないし、ガソリンもないし、要はその、麺もないし、もう何にもないんですよね。もう解雇って言って、そういった小さな、そういったものしかないから、それを受け入れてしまうと、1000万とか2000万、当時はね、7000万とか8000万ぐらいの間ぐらいの人口なんですね。そのうちの2000万人ぐらいの人たちがね、失業して職を失ってしまうと、うん、だからこれは防衛戦争だったんだっていうことをね、マッカーサー、戦ったマッカーサーすら言ってるわけですよ。で多分この方はそのことすらも知らないわけですね。もうだからね、偏りすぎててね、どうすんのって感じですね。でやっぱこう尾崎ほつみだってとか、そういったスパイとかそういったこととかもね、何もわからないわけですね。ちょっともう30分とかになっちゃってきちゃったんで、もうこれ以上言わないんですけれども、まあ大東亜戦争って何だったんですかっていうとね、それはかなりのね、長い尺度が必要なんで語れないんですけどね、やっぱり有色人種がね、ものすごい差別されてましたし、でアダムっていうのがとイブがね、まあ、イブがリンゴを大臣に侵されて食った時に、女性は妊娠するというね、原罪を背負ってね、で男はね、働くという労働というね、罪を背負わされるというのが聖書の教えなわけですね。そういったそのキリスト教の聖書の根っこの部分がやっぱり外国人、有色人種に働かせたらいいんじゃないかっていうような差別を生んだんじゃないのかなっていうね、そういったところとかもね、いろんな方面からもね、見ていかなくちゃいけないんですけれども、やっぱりね、外交っていうのはね、パワー、ね、パワーって何なんですかって、ミリタリーとマネーですね、があって初めてできるんですよっていうのをね、ちゃんと認識していてほしいです。なので、小生は核保有論者なんですね。ということです。以上です。岡野ゼミナールでした。やれやれですよ。